はい、どうも、チャーリーです。今回、緊急で動画回してるんですけど、しかも実写で、何話していくかっていうと、まず今日、さっき、隙間が俺に動画上げてて、俺に対して、リオラさんに伝えたいことがあります、みたいな。またしょうもない、俺の名前使って数字稼いだろ、こいつ、と思ってパッて見たら、パッて開いたら、結構深刻な感じで、でもリオラさんとコラボするのやめます、みたいな。え?みたいな。まだいつもの数字稼ぎちゃうんかい、思ったら、しかも俺寝起きやったからさ、寝起きでパッて YouTube 開いてさ、こうやって。え?みたいな。やっぱりびっくりしたんけど、まずリオラさんとコラボその一旦やめたいみたいな感じの動画が上がってて、しかもその LINE とかじゃなくて、もう LINE とかも来てなかったんよ。動画で言いたいみたいな。直接はちょっと言いづらいみたいな感じだったから、まあ、ちょっと俺もじゃあ動画で回答しようかなと思って、今動画回してるということですね。はい。まあ、率直な感想としては、まあ、やっぱ悲しい部分はあるよな。その何、何裏切られたとかそうじゃなくて、普通になんか、まあ、普通に一緒に動画撮ってたやつが、動画撮らなくなったらまあ寂しいよなって言ったらそれだけやんけど、その裏切られたとか思ったらマジで。うん。てかまあむしろ、こんだけ炎上してる俺とよくここまで絡んでくれたわって思うし、そこマジで感謝してる。うん。いや、ありがとう、隙間。でまあその、コラボやめたい隙間側の意見、理由としては、こう、まあ、簡単に言うと、そのコラボ撮影に使う体力とか時間を、まあ、自分の活動に全部振り込みしたいって感じで、まあ、隙間が今、1日6時間ぐらい配信してるらしくて、もうすごいやん、1日6時間毎日やってんの。結構エグい、並々ならぬ努力やと思うし、ほんまにすごいと思う。で、そこに俺の撮影、コラボ撮影が入ってくると、体力的にも、まあ、精神的にも結構しんどいと思う。そもそも隙間があんまり人と話すのが得意じゃないらしいから、まあ、体力的な疲れってよりは、まあ、精神的な疲れが大きいって感じかな、本人的には多分。まあ、初対面の人とか連れてきたりするしね、俺。それで、まあ、俺には感謝してるけど、そう、自分の活動に集中したいから、一旦コラボ、ストップしたい、みたいな感じだったね。いや、でも、すごいポジティブな理由でよかった。俺は、最初隙間を拾ったというか、見つけた時は、こいつマジでおもろいし、こんなに才能あるやつが、伸びてないのはマジでもったいない、おかしい、と思って、俺の撮影とか読んだから、なんかその前向き、その活動を頑張るっていう理由で、まあもちろん悲しいけどな、コラボもしばらくできんのは悲しいけど、まあでもそういうポジティブな理由で言ってくれるなら、まあこっちも、やっぱ応援しやすいし、もう今登録者だって8万人目前みたいな感じ。もうすぐ10万人なわけよ。めちゃくちゃ早い、この時期のスプラトゥーンで。このペースって。で、しかも今までにないコンテンツのあり方確立して、あんまりないわけよ、この隙間のスタイルって、スプラ界においてね。で、配信でもめちゃくちゃ人を集めて、なんか結構、なんか配信者の知り合いとか話してる時に、まあ、隙間はリオラのおかげで伸びた、みたいなことを言ってる意見をたまに聞くんよ、たまにね。うん。でも実際、そんなこと全くなくて、まあ、そう、多少のお手伝いはしたよ、俺は。多少のお手伝いはしたけど、まあ、98% ぐらいはもう、隙間の本人の才能と努力やと思ってるし、てかまあ 98% は隙間の才能と努力やし、マジですごいと思ってる。てか一回隙間と、なんやろ、喧嘩じゃないけど、ぶつかったってほどでもないけど、まあ、二人でちょろっとなんか、本音をぶつけ合ったみたいなことがあったんよ、実は。ちょっと前。それが何かっていうと、結論から言うと、こうなんか、隙間としては、やっぱこう、何?リオラチャンネルのおかげで伸びたと思われたくないみたいな。リオラの、周りからリオラの子分みたいな扱いを受けるのが嫌っていう話を聞いて、で、びっくりしたわけよ。隙間って、結構壁作るタイプなんよ。その、俺と隙間ってそこそこ絡んでるし、多分隙間の配信者、の知り合いでやったら俺が一番絡んでんちゃうか分からんけど、隙間が裏でどんな人と絡んだかちょっと知らんねんけど、まあ、それでも、隙間って結構壁作るタイプやなと思ってて、仲はいいけど、まあ、ある一定の距離はずっとあるみたいなのを感じてたんよ、俺は。その日までね。まあ、でもこれが隙間の人との関わり方なんかなと思って、で、まあ、そんな時に隙間から、まあ、そのリオラさんの子分と思われたくないみたいな話を聞いて、もう普段自我を出してこない、エゴを見せない隙間から、初めて本音が聞けたというか、から、あ、これはほんまにそうなんやなと思って、別に俺は全くそんなこと思ってないんよ。俺の子分やとか。でもやっぱ、隙間の売れ方とか、俺の動画内での立ち回りとかを見てると、やっぱこう、そう捉える人もまあ、少なからずいるから、もう俺の中では隙間って絶対ほっといても伸びたし、まあ、それをちょっと俺が伸びるまでのスピード速くしただけぐらいにしか思ってないから。まあ、けどやっぱ旗から見てたら、やっぱ隙間は俺のおかげで伸びたって思ってるからちらほらいるから、まあ、隙間はそれが嫌と。で、まあ初めてその隙間の自我を出して言ってくれて、まあほんまもう、それが結構夏頃やから、まあもう3ヶ月ぐらいです。まあほんまもうその頃から、あんまコラボしたくないんかな、と、なんか内心うすうす思っててんけど、まあでも、この3ヶ月はね、それでもコラボしてくれてたわけやから、そこに関してはほんまにありがとうやし、隙間は自分の活動頑張ってほしいなと思うわ。
まあ、でも実際、これはどうやろ、隙間本人の目線から見たらどう見えてるのかわからんけど、やっぱ、隙間はちゃんと隙間の実力で伸びてるし、やっぱ俺のおかげで伸びたと思ってきたから、そんなに思ってるほどおらんで、うん。まあ、隙間自身が一番自分の実力が理解してると思うし、俺はスプラ配信者の中で一番ポテンシャルあると思ってるのは隙間やからな。うん。で、高チャンネルもそうやけど、高チャンネルも最初は、隙間は俺のおかげで伸びたって思っててんけど、やっぱこう、一緒に撮影とかして隙間の実力分かっていって、あ、こいつは本物やと。やっぱ隙間をちゃんと見てる人は隙間のこと理解してくれてるから、まあ、そこは自信持ってほしいなって思うし、まあ、今後の活動に、まあ、その自信持って、今後の活動頑張ってほしいわな。ちょ、まあ、でも一個だけ言いたいことあって、まあ、その、コラボしなくなるのはいいんよ、別に。ね。それが隙間の決めた道やし、強制的にコラボしろとかできひんから、俺から。自分の道を頑張ってほしいなって思うんやけど、撮影のスケジュール、お前、入っとんのに、お前、どないすんのや、それは、お前。びっくりした理由がそう、それもあって、あ、てか、だから今日やん。今日の夜、撮影しようっていうスケジュール立ててたんよ。で、あの動画やったから、びっくりして、え？お前今日撮影予定やけど、みたいな。で、あと、これまだ告知してないんやけど、俺メンバーシップを改革しようとしてて、で、そのプランの一つに、毎月一回、隙間とラジオ配信するっていうメンシップの特典があったんやけど、で、そのイラストも発注したんや、俺。ね、もう届いたんや、イラストも。どうすんねん、お前、それ。お前、イラスト届いとんぞ、お前。ちょっと言うの遅ないか。わかるよ。やっぱその、立場としては俺の方が先輩やし、まあ、言い出しづらかったっていうのは、わかるんよ。まあ、その隙間が人に何かを真剣に伝えるのが、こんなに関わってたらあんまり得意じゃないってのもわかるから、そう、もうしゃーない部分はあるにしても、お前ちょっと言うの遅ないか。な。別に怒ってへんけどな。怒ってへんけど。ちょっと言うの遅いんちゃうかっていう。でもこれを俺に伝えるにしても多分、まあ、結構苦悩した部分あるんやろな。てか、その動画にしてる時点で、直接言ってこない時点で、まあ、結構隙間本人もやっぱこう言いづらいと思ってるんやろうから、うん。まあ、なんかすげえ攻めた、なんか、まあ、にしてももうちょっとだけ早く言ってほしかったけどな。うん。でもそれが隙間の決断なんやったら、俺は全力で応援するし、やっぱ頑張ってほしいわな。まあ、なんかでも、一個気に入らん点があって、もう一個出てきたわ。一個だけとかさっき言ったけど、一個気に入らん点があって、なんかリオラさんを越すみたいなこと言ってて、いや、無理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 。それは無理よ、お前。それは無理よ、お前。俺を越す。確かに今配信の同説は隙間の方が上やわ。それは認めるわ。うん。まあ、俺が配信への力の入れ具合はやっぱこう隙間にはやっぱ負けるわ。いやだからそのチャンネル登録者8万人とかであの人数を集めてるのはマジですごいと思う。まあでも負けへんよ。絶対負けへん。もう隙間に負けたら引退するレベルやわ。で、これは隙間をバカにしてるとかじゃなくてな。でもこんな遅れて始めたやつに負けたらもう恥でしかない。やってる意味がないそんなんもう。だからまあこれからはっていうか、まあ、これからもやけど、まあ、YouTube 歴で言うとやっぱ先輩後輩ではあるけど、ライバルやな。うん。いいライバルとして、お互い高め合っていけたらやな、それは。うん。まあ、ちょっとこれからも隙間の成長というか、伸びが楽しみやな。お前のこと一番応援してんのは、どこの誰でもなく、俺やぞ。